にちは。つかれんこん。皆さん、夜配信するんですけど、メールとか送ったり、ツイッターつぶやいたり、インスタ更新してからまた夜配信するんですけど、皆さん、ちょっとニュースが起きたので急遽配信、15分30分ぐらい急遽配信させてください。ちょっともうレッスン帰りでボソボソですけど、取り急ぎです。私はちょっとさっき泣いてしまった。珍しく、本当に珍しく。写真集は出ないけど、ちょっと前髪だけ一回上げよう。まあ邪魔だから、アイロンまだあったかくないな。よし、これでいい。疲れんこん。皆さん、大ニュースです。大ニュース、大ニュースです。私にとってはなんとカーショーク全部開いてた。嬉しい、嬉しい。私さっき、ほんと今ちょっと待って、今ハーゲンダッツとか必要なんだけど、今日レッスン頑張ったわと思って、帰りにねハーゲンダッツの引き換え券だけ持ってスーパー行って、でハーゲンダッツね引き換えてきて、で今日もハーゲンダッツ食べようと思って携帯見たら、なんか監視枠キャラアニがこうもう出てたから、ああキャラに出てくると思って、もう成績発表、合格発表の気持ちで開くんですよ毎回あれって。合格発表の気持ちであれを開いたら、なんと全日程監視役が決定メンバーになってました。やったー、初めてだよ A 日程で全部開いたの。めっちゃ嬉しくって、帰り道ちょっと泣きながら、ちょっとポロって泣きながら、なんかね、なんで泣いたかっていうと、嬉しさもそうなんだけど、あ、私まだまだ頑張っていいんだと思って、なんかちょっとさね、いろいろさ頑張れなくなってきてたから、私まだまだ頑張っていい、頑張らせてもらっていいのかなって思って、それをてかみんながねそうやって言ってくれてるような感じで嬉しかったの。めっちゃそうやって思う、私に言ってくれたんだよねきっと。まだまだてかみんながもさ、多分ちょっといつも以上に無理してると思うんだよね。絶対無理してると思うので、それも思って、あ、みんながこのね年度末の忙しい時期にさすごい頑張ってくれたんだなって思うとね、いろいろ考えてすごい嬉しくって、あ、なんかちゃんとアイドルやってるつもりだけど、本当にちゃんとアイドルもっと今まで以上に真摯にやるぞっていう気持ちになって、すっごい熱い気持ちになっちゃったので急遽ショールームをつけた。ツイートもしちゃったけど、メールもこの後送るけど、とりあえずねこの勢いでやりたかったんだ。ありがとう、本当に嬉しい。初めてだよ A 期間で開くの、嬉しい。多分まだちょっと数えてないから分かんないけどね、10人ぐらいしか空いてないんじゃないかな、全部空いてるのは。だからもう本当に嬉しくってめちゃくちゃ感謝してます。ありがとう。ひとまず第一目標が突破されたま、突破しました。今回のね目標がね、第一関門が A 期間で全部空いたのは10人。あ、本当詳しい、みんな第一目標がそれだったので、とりあえず達成できたっていうのがめちゃくちゃ嬉しくって、だって半分だった前まではこの土日の前まではね 1,2,3,4,5 半分しか空いてなかったの。それをさ、しかも9月23日だって間もなくですらなかったんですよ。それを監視役に持ってってくれたんだよ、この最後の A 期間の最後で。それがもう私は本当に嬉しくって、
もうめちゃくちゃ恩返しするからって思いました。ありがとう。決済が残ってますけど、それはちゃんとやってくれると信じて、あのお支払い方法を選択しといてください。木曜日までに支払い方法を選択して決済しなきゃいけないんで、あの分かるよ、私もチケットね取れたって嬉しく当選したってなって支払い忘れて流すタイプの人だから、すっごくその気持ち分かるんだけど、皆さんもう私の口からこんなこと本当に言いたくないんだけど、決済の方本当にお願いします。じゃないとあの貸したくなくなるとかあり得るんで、全然お願いします。その辺ももう決済しましてありがとうございます。ちょっとよろしくお願いします。いやこの感動伝えたくて今ショールームをつけた。夜配信ちゃんとするから安心して。あとなんか昨日なんか髪濡らしてドライヤーしようかなとか思ったけど、ちょっと今日ちゃんと一応化粧してるんで、珍しくレッスンなのに、あの今日はちょっとドライヤーしないわ明日かな分からんけど、ちょっとまたドライヤーバーってする配信はいつかします、すっぴんのタイミングで。いやでも本当にありがとうございます。もうみんなにハーゲンダッツあげちゃう、みんなのおごりのやつだけど。はい、一口目だよ。バニラクランチショコラありがとう。いただきます。あの歯の矯正今日締めてきてめっちゃ痛いんだよ歯が。だからちょっと今日流動物ん固形物食べれなくって、いやちょっと喜びのハーゲンですわ。あダイエット、お菓子禁止のダイエットしてるけど、はい、アイスはお菓子に入らないって昨日可決されたから。めっちゃ嬉しいんやけど、ほんまにみんなのなんかことをすごい考えた、いっぱいこの帰り道で歩きながら。ちょっと折れかけていた心が復活した感じする。マンボウ開けたし、それもある。だいぶなんかもう嫌なことばっかだったけど、今日いいことがあった。ね、感謝。ありがとうございます。なんか手放しに喜んでるわけじゃなくって、なんか本当にみんなの決意みたいな、私の決意をみんなが感じ取ってくれて、こう決意返しをしてくれた感じがして、あもうやってくれましたね。初めてなのだって定期間で感謝と全部あげたの。嬉しい。次は完売を目指して頑張るよ。完売目指して頑張りますって。やっとかも。次 B から感謝と申し込めるしね。嬉しい。これもだってさ、 B で空いてれば C まで申し込めないけどさ、もう早く空いたからもう感謝役申し込めるし、それもいいよね、お互い。決済したよ、ありがとう。いや少ししかとか言うけど、まず1枚取ることって結構ハードル高いと思うんだ。サイン申し込みます。あそうだね、サインもまた生写真多分あの限定で取るからね、コンプしてください。
いやありがたい、ほんまにありがたい。申し込みました、ありがとう。後でチェキのツイートしないと。チェキのチェキさ、めっちゃツイッターで告知したつもりだったけどさ、メールでしか言ってなかったんだよね。ツイッターに書こうと思って。ありがとうございます。今日矯正さ締め直してきて、めっちゃなんか前前2回ぐらいはね、前のなんか意外と痛くなかったんだけど、今回痛い回だった。でもやっとね、このめっちゃアイス食べた後の口見せるの恥ずかしい。このさ、歯抜けなんだよ、ここがね、顔歯抜けなんですよ。これをやっと埋めに行きます。今日今回からめっちゃ一番太いワイヤーになった。痛え。なんか下もさ、今までついてなかった器具がついちゃってさ、いっちゃ痛いんだよね。だからちょっと2、3日イブに頼りながら、なんかハイタにはロキソニンよりイブが効くって気づいた最近、自分の体質的にイブ派です。イブプロフェン、ロキソプロフェンよりイブプロフェンが合う体質らしい。まあでも歯が痛いとね、食事の量が減るから、そう滑舌はいいのよ。マイクがぶつかって欠けた歯、そうあれ欠けてる。そうでもこのね、歯が痛いと食事の量が減るからダイエットにはいいんだけどね。いやー、決済方法確定してきました、ありがとうございます。ドライヤーのね確認は今日はしないな、多分ちょっと今度すっぴんの時に。どんな痛さなの？カチューシャをつけてる時のじわじわくる頭の痛み、わかんないか。男の人ポニーテールしてる時のじわじわくる頭の頭皮の痛みの強い版、なんだろうな、えいって殴られる痛さじゃなくて、なんかぐーっと圧迫されてるのずっと。
その痛み、鈍痛。ずっと圧迫されてる感じ、歯茎を。なんだろうな、なんなんだろうな、難しい。あ、マスクで耳をずっとか、耳にずっとマスクこう引っ張られてて耳が痛くなる時の感じ。そういうなんか地味な圧をずっとかけられてる痛みかな。あ、合わないメガネ。そうそうそう、幅をちっちゃすぎる、こう幅をきつけずに調整しすぎたメガネをかけてる時のここのなんかちょっと、いや難しいな。とりあえずそのじわじわ痛みがずっとあるって感じで、じわじわ痛みだから一瞬忘れてて、あ、ちっちゃい帽子かぶってる時の痛み、あ、近いかも。それが歯茎にあるって感じ。でもなんかその鈍痛だから何かに夢中になってると、まあ一瞬忘れてて、で油断して硬いものとかを、硬いものじゃなくてもだけど、もうなんか痛いところで、はあの物を食べちゃうと、えっってなる。でもね、この辺が腫れてるんだわ今日。やっぱだからいつもと違う器具をつけたから多分ダメ、めっちゃ痛くって超時間かかったし、ダメージ受けててめっちゃ腫れてる。ここがね、しこりがあるもん。しこりっていうかその腫れのパンパン部分がある。こっちはねない。だから今日こっちからしんどいとかめっちゃデブに映ると思うここにあるの、腫れが。わかる？自分で触ってここに腫れがある。痛み止め飲んでるけどね今。それもあんま一日にいっぱい飲めないから、体が異物に反応してるの。どうなんだろうな。話すのは大丈夫。孫悟空の頭についてる輪が締め付けられてる感じ。ああ、まあまあ、そう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 、こんな感じ。生誕ティー申し込んでありがとう。こんばんは。コロナワクチン3回目接種してない。したいんだけどね。3回、あ、誰が3回受けれるの？コロナワクチン接種券みたいなのもらえないもんね。全然有料なのかな。ワクチン打ちたいな。ワクチン打ったら行ける場所増えるもんね。え、みんな受けれるんだ。どうやったら受けれるの？あ、無料なんだ。え、受けたい。2回目から半年経てば。いつ打ったっけな。あ、申し込むんだ自分で。いつ打ってた私前ワクチン。あ、10月7日に打ってますね。10月7日に打ってます。ってことは半年だから11月7日、12月7日、1月7日、2月7日、4月7日、5月7日、5月7日以降か。だね。1ヶ月経ったら11月7日、2ヶ月経ったら12月7日、3ヶ月経ったら1月7日、4ヶ月経ったら2月7日、5ヶ月経ったら3月7日、6ヶ月経ったら、違う、いや4月7日か。3月がなくなってた。4月7日以降、結構すぐだな。スケジュール帳入れとこ。ワクチン予約するって。ワクチン。え、本当に誰でも受けるの？ワクチン3回目、広島。3回目を接種したい。ファイザー社。誰でもいいのこれ。
ローソンから追加接種用のクーポン券とお知らせが届きます。だって届いてないよ。ワクチン予約はこちらから。え、なんかめんどくさそうだな。職域接種してない、してない。普通に個人接種。18歳以上で日本国内での初回接種が完了している方、接種間隔6ヶ月。え、8ヶ月？あん R41月。なんどういうこと、難しい。ちょっとよくわからないけど打ちたいな。4月7日ね、生誕祭ぐらいでワクチン打つって覚えとこ。生誕祭言ってたろうね。4月7日ぐらいかな。もっと近づいたらクーポン届くよ。あ、そうなんだ。へえ。クーポン届いてから考えよう。23歳になったら打てるんだね。ちょうど半年後の日じゃなくてもいいんだよ。分かってるよ、さすがに。いやでも本当にちょうど半年後じゃないと思ってる人もいるよね。そうだよね、世の中理解力がある人ばかりじゃないから。本当にそうだよ。そうやって中正し書きをどんどんしていかないとね、狂ってからね世の中。でも私副反応やばかったから前、3回目もやばいかな。何も仕事ないと気にしないとね。あと10分ぐらいで終わろう。ファイザーが楽だった。あ、そうなんだ。で、前ファイザー打ったらファイザーじゃないとダメだったりするのかな。どうなんだ。何でもいいけど。何でもいいか。初めて福ちゃんと握手した。翌日ね、そうだった。福田反応か。福田反応だね。福ちゃんのファンすごいね、本当に偉大。福田のファンなめんなって感じですね。でも私も多分、いやわかんない、副反、ワクチンの副反応なのかわかんないんですけども、すごい猫不足になるし、買い物欲が爆発するし、気づいたらお財布からお金なくなってるし、貯金の残高減ってるんですよね。カードも落ちない時あったし。絶対副反応ですよねあれは。電気代めっちゃ高い時あったし。副反応だ、そういうことか。なんか自分で原因すごい探してたんだけど、副反応だったわ多分。しょうがないね。しょうがないよね。
じゃあ次もワクチン打ったら副反応でめっちゃ春服買っちゃうかもしれないけど、しょうがないよね。まあそんな冗談言ってますけど、皆さん本当に気をつけてくださいね、コロナに。コロナ以外もだけど、コロナに気をつけてればさ、手洗いうがい消毒するから、まあ、割と他の病気も防げる、風邪とかも防げるじゃないですか。だからとりあえずコロナに気をつけていただいて、STU のイベントにねしっかり参加できるようにしてください。お願いしますね。みんながコロナになってセンターさえ来れないとかなったら悲しいから。風邪ひかなくなった、わかる。え、それな、なんか消毒されすぎてるのかな、風邪の菌がもう撲滅されてるけど。そうなんですよ。アデューアデュー。いやそうなんや、私絶対季節の変わり目風邪ひきよったんけど、全然最近ここ 1,2 年風邪ひいてないかも、あんまり花粉症発症したぐらい。まだ副反応出てる。あ、そうなんだ。いやー、行かなくなった。だからコロナが終わってもしっかりね、この衛生意識で こう日本中がやれば化石がなくなるんじゃないだろうか。ただめっちゃね手荒れするようになったけどね、すっげえ乾燥するよね、どこに行っても消毒されるから。あと体温計されるときにおでこ出せばいいのか手首出せばいいのか分かんないけど、手首でいいところでおでここうやって出しちゃってちょっと、あ、手首で大丈夫ですって言われるのは恥ずかしいとかありますけど。ない、よくある、すぐ手こ出そうとするから、この分け目をどうぞ、そのために分け目作ってますみたいな感じでこう店員さんにこうやってやるんだけど、あ、手首で大丈夫ですってさね、言われたりしますよね。いいじゃんね、別におでこだって副反応つらい、頑張れ、すぐ絶対に良くなる。感じでございますけど、じゃあちょっと SNS とかやるんで、まあ10時ぐらい9時10時ぐらいにまたショールームしようと思います。ひとまず終わる。 You ありがとう、青によしありがとう、クジャク猫ありがとう、ヤシヤキ感謝役開票おめでとう、ありがとう、感謝カンちゃんありがとう、徳尾ありがとう、スケヨありがとう、オーギョ台湾ありがとう、イエローフィッシュ福山のハマーありがとう、金持ち先生ありがとう、ユナニタありがとう、1位は大助うどんうまというわけでですね、皆さん本当ほんまに勢いのままにやった給料配信だったんですけど、感謝が開いた喜びを、喜びっていうか、まあなんだろう、なんだろうな、ことの重大さを受け止めております。ありがとうございます、ギフトもありがとうございます。じゃあまたまあ10時ぐらいにお会いしましょう、もうちょっと早くするかも分からんけど、9時か10時ぐらい。それではバイバーイ、ありがとう。